まあ、そのために今書き換えっていうのを行いたいんですっていうあれなんですけれども、ただその書き換えを行う際にはそのテクニカルライティングの訓練を受けていない一般の、まあ、執筆者の人が書き換える想定した時にそれが困難であるっていうことから、まあ、このシステムを構築されておられました。で、この例ですと、まあ、機械翻訳のっていった、まあ、その目的があって、その、まあ、システムの構築をされておられて、まあ、それを評価されておられるんですけども、その今回のこの発表の例に限らず、その何か特殊なルールをに従って何か人手でその言語資源を作るといった上で、こういった、まあ、システムを、まあ、実際に作って、まあ、使っていくことになることを思うんですけれども、そのシステムのユーザビリティっていうのを、まあ、十分に、まあ、考慮して、まあ、構築を行っていくっていうことが、結果的にそのコーパスを作る上での、まあ、高効率化につながるのかなっていうふうに感じました。で、その2つ目のテキスト平滑化コーパス構築のための文の分割を考慮した分間類似度計算法っていう発表では、テキスト平滑化コーパスっていうものを構築していく上で、平滑化前の文章が一文で表されていて、その平滑化を行った後は一文じゃなくて、二文以上で平滑化を行われているといったような場合が、まあ、存在するだろうということで、まあ、それを考慮しようっていう、まあ、手法っていうのを考えておられる、まあ、発表でした。で、この発表の中で、まあ、使用されている、この発で、こうデータセットとしては、そのイングリッシュ・ウィキペディアっていうものと、まあ、シング・イングリッシュ・ウィキペディアっていうものを2つを元にして作られた、まあ、コーパスを用いて、まあ、行っておられました。で、この発表の中にも、まあ、あったんですけれども、そのテキスト平滑化で、まあ、用いるパラレルコーパスっていうものを作る際に、その一文対一文といったものではなくて、その文の分割っていうのが考慮されているっていう研究が、まあ、少ないというふうなことがおっしゃっておりました。ただ、実際、まあ、イングリッシュ・ウィキペディア、イングリッシュ・シング・イングリッシュ・ウィキペディアの例を考えても、何か人間がこのへなんか優しい、平滑化した文章を変化した文を作ろうとなった時に、その必ずしも1対1のその文と文の1対1の対応じゃなくて、その1つの文から複数の文になるっていうのは、まあ、十分に考えられるわけでして、そのもしそういったコーパスを、まあ、もし日本語で作ろうとなった時に、そのコーパスを作る時に、まあ、1対1だけで作ってしまえば、まあ、確かにそれでできたシステムを評価する時に、まあ、当然テストでだとしても、まあ、その1対1になっているので、まあ、おそらく数値的な、まあ、結果としては多分いいものが出ると思うんですけれども、ただ、実際の予約を考えると、やっぱり一文から複数の文になるっていう、まあ、実際のその予約を考慮すると、やっぱりそういったその1つの文が複数の文に分かれるっていったような場合も考慮する必要があるのかなっていうふうに、まあ、感じました。で、次に、その今回その年次大会全体を通して、まあ、私が感じたことっていうものを発表します。で、まず、まあ、1つ目が、その年次大会で、まあ、発表されたその言語処理に関する研究っていうのは、まあ、様々あって、まあ、それぞれの、まあ、研究の中で、その一つ一つ何かしら問題があって、その問題に対してその様々なアプローチでその問題を解決しようっていう、まあ、試みがあるっていうのが、まあ、大体そんな感じだかなと思ったんですけれども、ただ対話に関してはちょっとそれが違うなっていうふうに自分が感じて、その対話自体はもう、その一つの問題をいろんなアプローチでその解決しようっていうのではなくて、もうそもそも問題自体がすごくいっぱいあるなっていうふうに感じて、今回の私が聞いた発表の中だけでも、そのここに挙げられているような、その破綻検出とか、まあ、このスタイル制御とか、まあ、対応を通じた情報取得とか、まあ、このいろいろ、もう今回聞いただけでいろいろな問題が出てきて、で、まあ、今回の年次大会だけでもこれだけあったんで、まあ、実際は多分おそらくもっといろいろあって、で、かつまだ問題として取り上げられてない部分もきっと、まだ見えてない部分もきっといろいろ、まあ、対話には残されているのかなっていうふうに感じました。で、また、画像から自動でその画像に関する説明文、まあ、キャプションを生成するといったような、まあ、研究は、まあ、これまでも行われているんですけれども、その中で、その今回の年次大会で、まあ、限ってなんですけれども、それに関した発表っていうのがかなり少ないように思いました。
でも確かにその入あその画像のキャプションを作るっていうことは、まあ、入力が画像で出力が、まあ、テキストっていうふうになるんですけども、まあ、まあ画像処理も入るんで、まあ、もしかしたら分野が違うからなのかなっていうふうにも思ったんですけども、ただやっぱり出力がテキストっていうふうに考えると、やっぱりその言語処理分野から考えるべき内容なのかなっていうことを、まあ、思うと、やっぱりなんか思っていたよりなんかそういう感じの発表が少ないような印象を受けました。以上で私の発表を終わります。